平松研究室では無機固体物質、中でも電子が機能の主役を担う物質やデバイスの研究を通じて、実際に社会実装されるような新材料の提案を目指して日々研究を行っています。現在無機固体の代表的なデータベース ICSD には20万件を超える化合物が登録されていますが、さらに未だ未知の化合物も加えた膨大な候補物質の中から画期的な新材料を創出するためには、これまでの常識にとらわれない発想やアプローチが必要不可欠だと考えています。近年ではこちらに示した半導体と超伝導体の機能開拓に着目しています。半導体では結晶構造と化学結合から電子構造の設計を行った硫化物半導体や、同じ材料系の大場熊谷研究室と共同で窒化物半導体などに取り組んでいます。これらの基礎物性の解明やデバイス化には資料の薄膜化が必要不可欠です。平松研究室では様々な手法の薄膜作成装置を物質によって使い分けることにより、世の中で誰も作れない薄膜の作成を行っています。この映像はその一例で、窒化物半導体の研究で用いている分子線エピタキシーという制膜装置の様子です。大気圧の100億分の1以下の超高真空下で元素を蒸発させ、基板上で反応させることで高品質な薄膜を実現しています。この分子線エピタキシーを含めたいくつかの制膜装置は、このような全長約15メートルの真空搬送路につながっており、資料を空気にさらすことなくフレッシュな状態のまま様々な分析装置へと運ぶことができます。例えばこちらの装置は、近年注目されている半導体中の水素の役割を調べるために独自に開発した世界最高感度の水素検出装置です。すでに国内メーカーと共同で実用化まで行い販売されています。こちらの超伝導体については、鉄系超伝導体の薄膜を用いた新しい超伝導発現手法の開拓を行ってきました。今後は面白い研究テーマのアイデアが考案できれば、新たな研究にも取り組みたいと思っています。研究室に所属する学生のほとんどは東工大以外から入学した大学院生で、専門も多種多様な学生が毎年入ってきますが、どんな出身分野の学生であっても研究テーマを理解して楽しんで取り組んでもらえれば大歓迎です。特に実験に重きを置いていますので、自分で手を動かして実験をする、または装置の改良開発をするということが好きな学生が向いているような気がします。自分たちが作り出した全く新しい材料が人の役に立ち、社会を変革することを夢見て、私たちと一緒に研究しましょう。